ちゃんです。大阪名物紅生姜店、食べたいと思います。これね、イオンで、イオンモールのね、とこで売ってたんよ。100円やって。ではいただきます。生姜ので、ね、まあまあでかいのよ。紅生姜店ね、大阪名物らしいねんけども、でも東京とかもあれやんな、あれ、なんか大阪名物って言われてんねんけどね、結構ね、知らん人があって、生姜の天ぷら知らん人も結構いててね。あ、うちもね、あちゃん好きやね。いただきます。あ、うん、うまっ。うん、じゃあ結構生姜好きやからな、美味しいね。ちょっと辛いね。天ぷらしんどい。皮むいて食べようかな。まーちゃん結構ね、揚げ物苦手やねん。要はね、あっちゃん揚げ物食べとる食べとるって言われるけど、実は揚げ物苦手なんよ。うん、あっちゃんのね、胃が強いわけじゃないね。米粉と米油で揚げてるからいっぱい食べられんねんね。こういうの、ね、お惣菜のってやっぱりサラダ油で揚げてて、ね、衣も小麦粉でしょ。だからしんどい。うん、美味しいで。でも、うん、半分ぐらいでしんどくなっていいな。うん、結構ね、揚げ物ね、体に悪いとか、揚げ物ばっかりでって言ってたけど、大間違いでね。揚げ物って体に悪いね。でも悪くないね。何かって言ったら、米油で揚げて、米粉で、この米粉で衣にして、米油で揚げると、胃もたれもせえへんし、すっごいサクサク食べられるんだよね。これ、油のしんどさがない。うん、や。ヒカルも結構油もんが嫌いで、唐揚げとかでも好きやねんけども胃もたれしとったんよ、中学生ぐらいの頃からね。でも米粉米油に変えてから全くせんくなった、うん、だからね、あっちゃんの、ね、揚げ物にごとごと言うとランチョルやろ、うん、アホですかってあっちゃんも。だから米粉と米油でずっと言うとんのに、それもわからんと、揚げ物っていうだけでガタガタ言うやつでほんま頭弱いなと思うわ、うん、って言いながらその辺の惣菜の食べてるけどね、やっぱりしんどい。でも好きやねん。こんな紅生姜で売ってないやんか。自分で揚げられへんのよね。うん、ごめん。
その時の天ぷらが脂っこいわ、こう、あの天ぷらが米粉でやるやん、米粉でやったらね硬いねやっぱり、カリッバリバリいうぐらい硬いね、こんなふにゃってならへんでね、食べ時あの硬いねんけど、食べた感じはこういうねふにゃっと食感が天ぷらっぽくていいねんけど、やっぱ脂っこいな。なんでかって言ったらね、米油自体が熱入っても酸化しない。で、熱入っても酸化しないじゃん。酸化しにくい。で、熱を高熱入れると、ね、油のね、成分が変わるんや。化学変化起こすね。もう米油はならない。だから、いつまでたっても米油は米油ない。もう、ね、オメガ3のまんまやね。オメガ6とか、ね、オメガ、ね、あっちの、オメガ3とかっていうので、体に言われとかだんだけど、オメガ3、6は何なの？米油はならない。だから、いいえね。唯一熱入れても、変化しないのが米油で、ね、他のは熱入れちゃうとあんま良くないねんね。で、衣もね、米粉はね、ほぼほぼ油を吸わんのよ。でも、小麦粉はめちゃくちゃ油吸うねんね。だからカロリーも高いしね。そういうのを分かってるとね、まあ、揚げ物で、あんちゃんが揚げ物いっぱい食べてる理由は分かるはずやねんけど、それも分からずにいただく人って本当に勉強不足やね。頭のいい人はアンチせんけどね。だからね、毎日煮物出そうか、いら毎日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 煮物は好きやけど、あっちゃんはやけど子供が言わかるわ。あっちゃんは煮物嫌いじゃないけど、まあ、子供も煮物嫌いじゃないけどね、毎日煮物やったら飽きる、でね、結局野菜なんかでもさ、けど野菜はいっぱい取らなあかん、あれ嘘らしい。結局野菜なんてもんは食べてもほとんど吸収せえへんの、だからアスリートなんかでも野菜食べへん人おるしね、それと今逆に日本の野菜って売ってる野菜なんてある程度その農薬を使わへんかったら出荷できへんなってるから、下手に農薬まみれの野菜食べねえったら食べへんもんまし、やるんやったら家庭菜園でだったらいい。でも家庭菜園でやるなんて限られた量しか作られへんから、実質野菜なんてそんなに食べる必要ないよね。分かってないね、みんなね。卵食え、卵。卵食べるとそれでいいね。ね、まあ、なこと言いながらね、生姜食べながら、串まで赤なってる。ねえ、ちょっと怒りを、ね。怒りじゃないけど。噛み切れん。あいちゃん怒ってるわけじゃんね。バカにしてんねん。あ、落ちた。そういう無知な人をバカにしてるだけやけどね。バカだねーって思うわ。そんな無知なこと言って恥ずかしないんかな、逆にね。なんか無知で、自分が無知やって気づいてないから恥ずかしないんか。ふん。厚顔無知ってやつね。面の皮が厚い無知。だからそんな恥ずかしいことを平気で言える。ってことだよね。うまかった。
紅生姜の天ぷら美味しかった。なるほどね、ごちそうさまでした。紅生姜のね、天ぷらね、家で作られへんかな。大体紅生姜ってさ、いろんな細いみたいな、こんな板になった紅生姜って売ってないやんか。今別に紅生姜で生姜の天ぷら作ったんやから、うん、つけた方がいいよね。どうやって作るんだよ。イオンモールの惣菜屋さん、美味しかったです。ごちそうさまでした。ということでね、100円でこのね、紅生姜の天ぷらを満足ってぐらい食べられる幸せです。ということでね、またね、面白いものがあったら買ってきて食べたいと思います。なんか知らないけどね、大阪名物って言われてるけども、どうも大阪だけじゃなさそうだけどね。紅生姜の天ぷらは美味しいわ。ということで、今日のあっちゃんの紅生姜の天ぷら、よかったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。これのレシピについては、あっちゃんのキッチンじゃなく、イオンモールの、惣菜コーナーで買ってください。では、またね、バイバイ。あ、イオンモール柏原ね、あっちゃん買ったのは。